こんばんは、いくこです。お鍋を作ろうと思って、今白菜を切ろうかなと思ったら、白菜にこういう黒いつぶつぶがあることありますよね。で、これってなんか悪いものかなとか思って捨てちゃう人いると思うんですけど、いや、実はこの黒い点々はポリフェノールだそうです。なので体にいいのでそのまま使っちゃってくださいと、この間テレビでやってましたのでシェアしたいと思います。はい、美味しく白菜を食べましょう。では白菜の黒い点々がポリフェノールですというお話でした。じゃあまたねー。